どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もやっていきます。本日は G ラボウクレレのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちのね初めてウクレレ使っていこうと思います。こっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲット可能ですから、ぜひチェックしてみてください。さあ今日のレッスン課題曲発表します。こちらです。ドン、メトロポリタン美術館ミュージアムということです。これね、大抜き太鼓さんの歌、みんなの歌ですよ。 NHK みんなの歌、メトロポリタンミュージアム、あの曲、この曲ですね。もう実は私のハニーさんもすごい大好きですね。もういつかこれやってほしいっていうことなんですけど、なんかねちょっと聞いてみたらね、もうすごくいいんですよね。このポップでキャッチーで、ちょっとこの怪しげなところももう最高。ウクレレでどんどん弾いていきましょう。ちなみにフルコーラスでお届けします。しかも原曲キーです。これはね楽しいやつですよ。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、これはかなり奥深いですからね、めちゃめちゃ楽しみにしておいてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強してもらってね、これから音楽自分でどんどん生み出しちゃいましょう。さあ今日のレッスン課題曲入っていきますよ。メトロポリタンミュージアム美術館、大貫妙子さんのみんなの歌のあの曲。まずは初心者さん向け簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。メトロポリタンミュージアム、やってみました。シンプル簡単バージョンいかがだったですか。止まるところがですねポイントです。大理石のでこの止まるところ、これがね夜の美術館のね怪しい感じを、暗い感じが表現されて、なんかこう忍び足で行くようなそんな感じでね弾けるといいんじゃないかなと思います。はい、止まるの慣れてないとね、なんかその間が持てないっていうのがありますからね、ちゃんとこうカウントしてね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
なーで心の中でカウントしてこんな感じで貯めていってください。さっきも言いましたけど、フルコーラスの原曲キーでございます。これ嬉しいやつですね。もりもりやっていきましょう。ガズレレの動画には歌詞とコード出てますから、まずガズさんの動画に合わせて、練習してもらってですね、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できたらすごいと思いますよ。これなかなかですね、簡単そうでですね、地味にこのタイミングやっぱ難しいっていうのはありますけど、これでもやりやすいと思います。やってみてください。一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。じゃあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでリズムを生み出して歌を歌って音楽を生み出す、これをね、やっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはちょっと大変でしょうから、まずは楽譜的なものを見て、何回も何回も楽譜見て練習しているうちにいずれ覚えちゃって、本当に暗闇で歌うとかね、美術館行って歌うって、こういうのが素敵だと思いますけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズさんのこの手書きノートに書いたものを見て演奏していきました。このね、これですね。こんな風に書いていたんですけども、これもうちょっとしたらね、こんな風にドアップにしてね、みんなもこんな風に書いてみたらいいさーってシェアしようと思うんですが、今大変便利なサービス、これが始まってます。これ紹介させてください。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のメトロポリタンミュージアムを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、膨大な数のね、ノート楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね、概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信、ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。メトロポリタン美術館ミュージアム、これどっちなんだろうか。はい、大貫妙子さんの、名曲でございます。 NHK みんなの歌で1984年のリリース、はい、見ていきましょう。これ見てもらうと C と G7 C ってここ止まるって書いてあります。ここ、こうやって毎回止まりますからね。はい、ここだけちょっと注目していただきたいのと、あとね、この1番はこのなんですけど、ここね、ワンブロックちっちゃいんですよ。わかる ?CC、G7、G7、CC、こんな感じでちっちゃいでしょ。だけど、このサビのところは普通のサイズになってます。ここちょっとご注目。場所の節約ですね。はい。で、ちょっとね、ここ空間が多いところなんでわかりやすいと思います。大理石のって止まる。これ止まるのがポイントになってますからね。はい。こんな感じで写しておくので、皆さん一時停止して書いてみてください。そしてあとここに書いてある、たったとか、これは大丈夫だと思います。ここね、ちょっと、こだわりの決めを、入れてますんで、これかっこいいバージョンでここ解説していきますからね。はい。そしてですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きのノートをダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴はこの歌詞の上にこう点々がついてるじゃないですか。これでリズムがわかります。せーの、大理石の、うん、大の上で、うん、天使のみたいな感じですね。このこれでリズムが分かるようになってます。あと歌詞カードには出てこないこの伸ばすところとか、このワンブロックに対しての位置のタイミングでかなりねヒントが多いんですよ。なんでね、ぜひですね、ガズクラブにご加入いただいて、ガズさんの手書きノートダウンロードゲットもぜひご検討くださいと。お時間の方はこんな感じで写しておきますんで、見ておいてもらいたいですけど、ちょっとねこれ見てもらうと、ここサビって書いてあるじゃないですか。サビでここサビ1って書いてあります。ここだけねちょっと共通なんで、今から構成を言うとですね、今1番とりあえずやりますね。イントロやって1番、まあメモってください。ここまで、ここまで今映ってるところまでが1番ですね。
いいですか。さっきも言ったけど、ここの一番のこの人形だけはワンブロックちっちゃいですからね。はい、一時停止でメモっていってください。ここもかっこいいバージョンでキメが入ったりコードが変わったりしているところも出てきますと、お楽しみにしておいてください。はい、それでここが2番ですね。2番をやったら見てください、ここにサビって書いてあるじゃないですか。あ、まずは2番書いてもらおうか。同じですけどね、あのコード進行一緒で歌詞が変わってきます。エジプトバージョンです。はい、それでここ行ったら2番終わったらサビ行くんですよ。で、サビやってからここのね、サビ2です。だからここタイムトラベルは楽しいをやってからここです。目覚まし時計って感じで、こういう風にね、ちょっとあの場所の節約というか、はい、これを、サビっていうのをここで繰り返しておりますということですね。意味わかりますか。もう一回ちょっと解説すると、1番バーっと行ってサビやったら、さ、1回目のサビはこうなりますよね。で、2番こうやって言ったらここにサビって書いてあるから、サビをここをやったら今度はまたサビ2のここに行きますということです。2のサビに来るということですね。はい。そして今度ここブリッジパート。はい。バイオリンのケース、トランペットのケースっていうところですね。ここちょっとノリが変わっていく。ここもかっこいいバージョンではね、この辺もそうだけど、リズムがかなり今日はかっこいいバージョンはやばいことになってるんでね。はい。ここもタタタタタンとかキメが入ってきますよということで。そしてこれをやったら、またサビに戻ります。サビですね。これです。タイムトラベルを楽しいってやったら、今度は最後のサビの3の後半ですね。はい。大好きな絵の中にで言って終わったというのが、フルコーラスのアレンジになっております。ちょっとね、あの楽の読み方あれですけど、まあ、ここはね、印象的なタイムトラベルを楽しい。これが要は3回繰り返されるってことなんですね。ちょっとチェックしておいてください。じゃあ出てくるコードを解説していきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず隠しておきます。言っていきます。C と Am と A7 と F、Dm、G7、Em7 の入門コード7個です。今映ってるこの7個はガズレレではもう超安心の入門コード、これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこともりもりでございます。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、まあまあさっきも言ったように、この止まるところでリズムがあのなんつるからちゃんとキープされるように歌うのがまずね、シンプル簡単バージョンでのポイントになるなというふうに思いますが、はい、かっこいいバージョン解説入っていきます。まず1個だけコードがちょっと追加です。 F メジャー7、これがいい響きです。はい、3弦4弦の5フレットです。こんな感じで押さえます。サビの中でこのコードでちょっとね、あのいい感じの響き、いい響きでしょ。これやってみてください。これね、5フレットなので結構遠いから、この指で押さえるのをおすすめしてます。ガズは、はい、人差し指を開けとくと次にパッと戻れるんですよ、こっちの方に。なんでこれで押さえるといいと思うよ、今から覚える方は。はい、このコードを使ってかっこいいバージョンやっていきましょう。じゃあ今日出てくるリズムなんですけど、これがなかなか奥が深い、こだわってます。かっこいいバージョンのリズムはここからですよ、問題は。はい、今日出てくるリズムはこれ、ドン、ボサノバビートとカッティングと8ビートのチャ、出た、ボサノバビート。でもこれはね、典型的なボサノバビートっていうより、ちょっとこうつま弾きタイプのアレンジされたバージョンなんで、ちょっとこの後解説しますけど、ひとまず今映ってるリズムの解説を、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという中にですね、それぞれの濃厚解説レッスン動画があるんで、ちょっと見ておいてください。今日はですね、もう本当にそういうわけで、このリズムがね、かっこいいバージョンではもうめちゃめちゃキーポイントになります。ちょっとやってみるとこんな感じです。イントロ、ワン、ツー、スリー、フォー、デンデンデッ、デン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 、はい、このリズム、これです。これはやばいでしょ。まずじゃあ C を押さえます。そしたら4弦だけ最初弾いて、次 1,2,3 弦をこうやって弾く。これがボサノバビートで、一回一回んーばっんーばって止まってるじゃないですか。これ左手でカッティングしてるんですよ。これで表現しております。これボサノバビートの基本なんですけど、ボサノバビートっていう時は親指で4弦、人差し指3弦、中指で2弦、薬指が1弦で、トンパッ、トンパッ、こんな感じですね。4弦弾いて 1,2,3、 4弦弾いて 1,2,3 弦、こんな感じで進んでいきます。で、さっきも言ったけど、カッティングをいちいち入れていくと、この止まる感じがすごくいい表、感じになりますからね。ちょっと大理石のところの1番やってみましょうか。せーの、3、はい。大理石。
きのだい。次コード変わります。はい、どうですかこれ。ちょっとこれかなり練習した方がいいかもしれないし、このイントロのコード進行で練習していきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。感じいいでしょ。はい、これを やっていきます。そしてね、サビに入るまでこれをずっとやっていって、サビに入る直前にですね、ちょっと印象的な決めがあるんですね。これはですね、私の奥様がですね、すごくここは絶対外せないって言ってたところなんで、そこはこだわってやってみようと思うんですけど、君の服を貸してくれるから、やっていこうと思います。はい、一番の一番最後ね。君の服を貸してくれる。今のタッタカタッタッ、これです。タッタカタッタッ、これだけ急に16ビートのノリになるんですけど、ここカッティングで左手で押さえて、何も押さえないです。触るだけですよ。これカッティングの音で、表現していく。ここね、確かにね、ここタッタカタッタッって入ってんですよね。もう一回。君の服を貸してくれる。かっこいいでしょ。 G7 でじゃあじゃあカッタカタッ、もう一回。ジーリー、カッカカカッカ。これをやってみましょう。はい。で、タイムとラベルはって、ここはね、8ビートのチャーンですけど、ちょっと優しくふんわりさ、跳ねてる感じもちょっと織り交ぜた、軽やかな感じ。タイム、ゼーの、タイムとラベルは、楽しい、かっこいい。メトロポリタン、F メジャーセブン。ここ、F メジャー、ここで使いたいんです。これがね、急にみんないけるかな。まあ、難しかったら最初のうちは F でいいですよ。だから、メトロポリタンミュージアム。はい。ここの F メジャーセブンが、ちょっとみんなちょっと苦労しちゃうかなって感じがする。早いんですよね、案外、テンポがね。赤い靴下で、ね。こんな感じです。あ、その次。赤い靴下でよければ、次ここ。ダダダダ、スタダ。これ決めです。D マイナーで、チャ、G7 です。これ簡単ですよ。歌と一緒ですからね。肩アポチャ。ですね。で、肩アポチャあげるの時にはもうドンバッドンベルテレテレ、こっちのまたさっきのボサノバビートの止まるやつに戻ってるんですよ。心が何とも言えないところですね。ちょっと、サビの後半赤い靴下からもう一回やってみましょう。せーの。赤い靴下でよければ肩アポあげるデレデレ、こんな感じです。はい。2番までこんな感じ。で、2番もですね、2番の A メロをやって同じ感じで行って、サビになるじゃないですか。タイムトラベルは楽しいメトロポリタンミュージアム。その次やります。目覚まし時計、ここに同じ切れかけておくか。ダダダダダ。C で伸ばしましょう、ここは。で、ここからブリッジパート。バイオリンのケース、トランペットのケースなんですけど、ここはね、なんかね、あえて、このボサノバビートの、A メロの感じの雰囲気でちょっとやってみようかなと思います。ちょっとそこやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。バイオリンのケース。トランペットのケース。かっこいいでしょ？これかわいいんですよ、このリズム。こうやって、ズンパ、ズンパ、ズンパ。カッティングを毎回入れていく。ペットのケース。トラック代わりにして、これワンブロック4つコード。C、G7、A マイナーで次、出発だ。ここも D マイナーのとこも、ボサノバビートで、出発だ。この G7 のとこで見ててください。G7 弾いたら1弦、2弾いてるじゃないですか。2、3、5ってやります。1弦、G7 押さえたまま、1弦、2、3、5です。だんだんこういってください。この、2、3の時にも小指にしちゃってもいいかも。結構遠いですからね。で、この G7 押さえといて、2、3、5のフレーズっていうのは、ちょっとね、これね、コツがいるんでですね。以前撮った動画、この動画になるんですけど、概要欄に貼っとくんで、ぜひね、研究してみてください。よく出てくるんですよ。G7 のまんま、2、3、5みたいなのって。はい。これはここ、じゃんじゃん、ドゥーって言って、タイムとラベルは最後のサビに入っていくという感じで、終わりもね、このままの流れでいく感じでございます。なかなかね、これは、このボサノバビートのリズムキープはこれ難しいと思うんですけど、力入れちゃダメですよ。バキバキってなっちゃダメですかね。可愛く。
ちょっとこれなんかひっそり感が漂ってるのがこの曲のいいところなんでですね、はい、そこら辺ちょっと、なかなかですね、面白いです、ぜひトライしてみてください。このね曲の持つねもう独特のムード、これをもう感じ取って、演奏していきましょう。さあやっていきましょう。小野木太鼓さんのメトロポリタン美術館ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 デンデンデデンデレンデレンデンデン、大理石の台の上で天使の像を囁いた。夜になるとここは冷える、君の服を貸してくれる。タイムトラベルは楽しい、メトロポリタンミュージカル。赤い靴下でよければ肩アップ上げる。デレデレエジプトではファラオ眠る、石の布団に車あって呼んでみても、五千年の夢を今も見続けてる。タイムトラベルは楽しい、メトロポリタンミュージカル。目覚まし、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このリズムっていうのは多分ね今までなかったリズムですね。これこの曲であの雰囲気すごい出ると思うんですよね。ちょっとね最初難しいかもしれないけど、じっくり時間かけて取り組んでみてください。さあお知らせです。はい、このオレンジ色の本リリースになってます。100曲入りのソングブック5、大好評でございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてですねガズレレのアプリにですね新しい曲の40曲のブロックが追加になりました。すごいですよこれ。はい、この辺のことね概要欄にも貼っときますけれども、この後ねアプリの解説もちょっとつけときますのでチェックしてみてください。ガズレレではねアプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんでこれかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですねガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これねほんとガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでねガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね笑顔がその分増えるんでですね最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。